幼少時のカフカ姉妹。左から、エリ、バリー。オティリー・オティリー・カフカは、プラハ出身のユダヤ人女性。夫らの愛称で知られる。作家フランツ・カフカの妹であり、兄弟の中で最も彼と親しかった。1892年、プラハの小物商ヘルマン・カフカとその妻ユーリエとの間の抜所として生まれる。オティリーには、兄、フランツ・カフカの他に、エリ。 バリーの二人の姉がいた。幼い頃は、姉妹で固まって過ごすことが多く、このため幼少期のフランツは、孤独な思いを味わったが、姉妹のうちでは唯一、父ヘルマンに反抗することがあり、このこともあって、後に、フランツカフカの最も信頼する人物の一人となった。オティリーは当初、父ヘルマンの店を手伝っていたが、兄、フランツの勧めもありに従来半ばになって、 農場経営を学んだ。彼女が農地を借りた小村、チェーラウニは、1917年、肺結核を病んだフランツカフカが療養のために滞在しており、ここでの田舎生活が後に、彼の長編小説、城に反映されることになった。1920年、オティリーは、両親の反対を押し切り、チェコ人のキリスト教徒で郵便局に勤めていたヨーゼフ、ダビトと結婚し、 その後は、夫の父親の農場経営に携わっていた。彼女は、ダビドとの間に事情を設けたが、ナチスドイツによって、オーストリアが併合された際、ヒュダヤ人である夫のキャリアを傷つけないように彼と離婚した。1943年、オティリーは、アウシュビッツに連行されていく子供たちの付き添いを申し出、間もなく、ここで殺害された。エリト・バリーは、 それぞれの家族と共にウッチゲットに追放され、そこで命を落とした。ありがとうございます。